皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー。毎日投稿で台本なし、編集なしの一発収録でお送りしております。マクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーは映画007シリーズを映画チラシでプレイバック。 本日で76枚目のチラシとなりまして、そしてご紹介する作品は、第20作40周年記念作品となりました、ダイアナザーデーの15種類目のチラシということになります。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけなんですが、えー、今回もですね、ちょっとまあ、拡大解釈と。 いうようなことになるかなと思うんですけど、まあチラシと言っておきながらですね、ちょっと、形状としてはチラシとは言えないかもしれませんけどもね、えー、お付き合いいただけたらと思います。そして、えー、この動画の後半はですね、えー、こちらですね、えー、このまあ記念作品ということになりましたので、過去、全19作の各作品のオマージュシーンがいろいろ盛り込まれているということで、本日は第12作となりました。まあ、原点回帰というふうによく言われますけども、ロジャームーアの言わずオンリ この作品のオマージュシーンは一体どこだったのかということですね。はい。では、行ってみたいと思います。はい。で、本日のこのものなんですが、パッと見られてですね、んと、なんだこれはと思われてる方も多いかなと思うんですけども、これがですね、えー、このね、ダブル押もいいんですけど、載ってる文字がね、お分かりですかね。いわゆるこれ、ハングル語ですね。なので、これは韓国版の、まあ、一応、チラシということですね。 ただこれあの、厚紙になってますんで、まあ、チラシというとちょっとね、違うかなとも思うんですけどもね、2003年というふうになってますね。で、これはちょっとこの辺りはちょっとよくわかりませんけども、もうすいません、もうちょっとね、見てみましょう。で、全体的には、欧米で使われたティーザーポスターですね、いわゆる先行版ポスターのーポスターアーが使われると、使われているということになりますね。 まあこれも、うん、何なんでしょうかね。わかること、わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントください。で、えーまあ、持ってる銃はサイレンサーがついていて、結構ワルサーで、ジンクスもね、なんかワルサーのようなベレッタのような銃を使ってたと思うんですよね。でもワルサーだと思うんですけどね。はい。で、えー、っと、このあたりを、ちょっと白飛びしてますね。えー、こう押しておきますか。はい。 うーんちょっと読めるものがないんですけどもですね。はい。まあそういうね。で、これ裏を見ますとですね、何かっていうとね、こんな風になってるんですね。はい。だからポストカードかって言われるとね、そうでもないですよ。はがきにはならないんでね。はい。で、えー、この007のロゴの中に、いろいろ場面写真が入ってますね。えー、っと、ジュディ・デンチさんがいたり、パラシュートかな。で、ピアス・ウロスさんが来 サマンサ・マンンボドさんでそしてまあえー、っとうんあっこれは有名なとこですねあのある面白いシーンですねそしてザオがいてジンクスでアストン・マーチンかなバンキッシュが来てですねオーバーボートが来てとかねはいまあ、こういう構成は面白いですね はい、で全体的にはね、まあ、この映画のテーマになっている、まあ、氷だったり雪だったり、あ、ま、とは氷ですね。はい、これも何を書いてるんでしょうかね。1月24日って感じなんでしょうかね。うん。でね、こっちがね、はて、また何の広告やら何なのやらわかんないですよね。バッテリーマークがあるような、このウト、マイアドレスウトって書いてあるんですかね。 携帯電話なのか、何なのか、うん。わかる方、また教えてください。はい。というわけでですね、まあ、このね、韓国版のっていうことになるんですけどね。うん。まあ、あの、前回、えー、前、前、前回でした。前々回でいいかな。あの、韓国版のチラシというのをご紹介しましたけど、本当にね、非常にこう、あの、力を入れてますね。うん。で、 えー、基本的にその欧米のポスターアートっていうのをよく使ってることは多いですけど、まあ、それにしても、えー、こういう厚紙、まあの状態になったりですね前回のチラシの2つ折りというような形になったりですね非常にこう映画産業に力を入れてるのが分かる作りになってますね。はいということですね。さて、えー、では後半ということなんですがこちらですね。 はいえー、前作「ムーン・レイカー」で宇宙へ飛び出したボンドがですね、えー、やはりこう地球だろうということで、えー、地球に帰還したボンドが、えー、このまあよくね地味な作品と言われますけども私はロジャー・ムーアの中では「イワ a s o n d はもう特に好きなんですねはいえー、もう音楽も素晴らしいしでロジャー・ムーアがね少しこうボンド役をするのでゃなく、ねね、年を重ねてちょっと枯れてきてる感じなんですねその枯れた感じがまた良くてそしてこのボンドガールのキャロル・ブーケさんの美しさ ね、そしてアクションシーンビル・コンティさんの、えー、今回は作曲に入ってくるんですけどその辺編曲は素晴らしいんですよ。ベル・コンティさんっていうのはねあのロッキーですね、えー、超有名なところでいくとねという、まあ、その方のいろいろジョン・バリーの曲の編曲だったりそれがまず素晴らしいしでギリシャが基本的に舞台なんでその綺麗な音楽景色ですね、えー、っていうようなこともあったりアクションシーン満載とまあほに生身のアクションというところが多いし。 で、あと、オープニングね、プレイタイトルのところで、面白い一つ仕掛けがあったりとか。うん。好きな作品ですね。はい。で、じゃあ、どこかって話なんですが、いつもの、こちらですね。はい。えー、ジェームズ・ボンド、公式 DVD コレクション、アシェットさんから出た分ですが、これにですね、一応書いてはいるんですね。えー、とね、ここですね。見ましょうか。ちょっとまたピント合わしますよ。 えーっとね、ここなんですけど、弱いゾン i d ボンドがオートバイに乗った追手をやっつける部分が酷似していると書いてあるんですね。でね、これがね、ちょっとよくわからないんです。で、このシーンかなと思うところね、ちょっと今から上げていこうと思いますんで、えー、あの、はいはいと思っていただけるか一度確認してみてください。えー、っと、まあ、ネタバレになります。あのね、 ええと、まず、yes only で言ってるそのオートバイをというとはどこかというと、えー、スイスだったかな、えー、そのメリ、このメリ、メリナだったかな、メリナかな。うん、このキャロル・ブーケさんが、えー、まあ、追ってにですね、追われるわけですね。で、追われた結果ですね、そのバイクで追われるんですけど、そこにボンドが、あちょうど現れて、そしてその、え、スパイクがパッとついたですね、あの、なんかバイクだと思うんですけど、それがバーッと来るんですよね。あ、スパイクだとか。それでまあ、 その、追っ手を倒す、まあ、追っ手のバイクを倒すのにですね、たまたまこう、何ですかね、こう、侵入禁止みたいな、なんか、駐車止めかな、車止めみたいな、あの、木のね、平たい板を持ってきて、それを、そのバイクに、のタイヤ、車輪のところにバーンとね、あの、突き刺すんですね。すると、その、えー、ドライバーが、ね、バイクのタイヤがバーンと前輪が止まるんで、えー バイクは止まるんだけど、人は止まらず、感染の法則でバーンと前に飛んでいくという。そして花屋のガラス突き破るっていう、まあそういうシーンがあるんですよ。多分そのことを言ってるんだと思うんです。この公式ガイドでね。じゃあこのダイアナザーデイではどんなシーンだったかっていうとね、多分2箇所候補があって、一つがプレタイトルのとこで、ホバークラフトでのこの追っかけ合いがあるんですよ。で、その中で、そのボンドが、 どういうことをするんだったかな正確に覚えてないんですけど、とにかくホバークラフトを吹っ飛ばすシーンがあるんですねで。そこでホバークラフトがバーンと一回転するようなシーンがある。それが一つ。で、もう一つの候補が、あの、えっとね、グレイブスの、まあ、えっと、えー、なんとかパレス。 要は最、最後のね、もう取り出になってくる、その、氷でできた宮殿があるんですけど、その宮殿の周りでボンドがいろいろ調査をしているときに、えー、バンキッシュ、透明になるね、えー、車に乗っていると。そこでこうあ服、濡れたので服を着替えてるっていうときに、見えないからね、わからずにですね、その透明の車の部分に、後ろから、何、えー、ていうんですかね、えー、っと、スノーモービルか。 ね、一人乗りのバイクみたいなスノーボビルバーボってってそこに突っ込むんですよねで突っ込んだ結果スノーボビルが止まってそして人が前にこうあのドワンと飛んで,飛んでいくと多分ねその辺りその2つのどちらかもしくは両,両方をがこのシーンのオマージュということを言ってるんじゃないかなと思うんですけどちょっとね定かじゃないですはい、えー、一度ご覧になってみてください、まあ、そこかなというふうなあことです はい。というわけでいかがでしたでしょうか。えー、本日はですね、韓国版の、まあ、ポストカード上というかね、厚紙でできたこのチラシ、そして、オマージュコーナーは第12作、イワイズオンリーからでした。えー、次回、え、16種類目のチラシと、そして、え、第13作になりますね。え、クトパ o ね、のオマージュシーンは一体どこなのか、え、行ってみたいと思います。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。 またチャンネル登録、継続、視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。